山纵横，云涛飞流，多少豪杰壮志未酬，天地之间聚散一壶酒，大江东去浪淘尽多少悲愁，天下英雄世世造就，出汗已不是谁都能感受。天下こっちへ急いで早く。王様、王様、ああよく来てくれた。よし行こう、みんな行くぞ。加工へ。はい、長領を守れ。いいか、皆生き延びたら西へ、死んだらあの世でまた会おう。やれ加工へ。行きましょう。長老様、早く逃げないと。走ってください。デイコー、英雄がなぜ英雄を苦しめる。え、ユーホー、これでアイコだ。
れねば。王様に続け。おっとっとっと。誰か殺される。助けて。いかん、ここに隠れよ。おい、向こうだ、回れ。はい。助けてくれ、頼む。な、殺さないでくれ。どうか、私もその人間だ。だからその王様。白鬼、おい、なんだその格好は。お前楚軍に入ったのか。いや、そんな、まさかこれは夢だ。あ、そうとも夢だ。王様。王様に甲冑を。はい。王様、こちら。おい、白鬼。こちらです。白鬼、どうぞ来てください。どうだ、お急ぎね。さあ入りましょう。王様、あちらです。よし。白鬼、祖兵に変装するとはまるで女の子の着せ替えごっこだな。官軍を避けて北へ。お、待て、官軍は守ってくれるだろう。そんなわけが。おい、白鬼、白鬼、出発だ。何事だ。大将軍、皇后が東側から北条を攻め町を制圧しました。早すぎる。また半蔵の部隊も昭県から出陣して我が軍の伏兵をかわし南から直接攻撃してきました。昭県か。昭県から北条まではかなりの距離がある。途中で道は変えられん。皇后が東から来ると知っていたのか。前もって打ち合わせたのかも。二人は長い間離れていた。楚軍は賭けに出たのだ。各国の軍は敗走しました。どうか王様を助けるため北条へ軍を。大将軍、何を迷ってるんですか。王様が危ないんですよ。命を伝えよ。砲炎の陣を敷け。宗臣に伝えよ。北の守りを中止し薬用へ戻り、西にいる楚軍が西へ向かうのを防げ。はい。ですが北条は。早く伝えろ。それでは王様が危ない。状況がわからぬまま軽率に東に進めば背後も側面も敵にさらすことになる。守るにしても諸侯の兵が逃げ込んでくればどうしても我々の防御に隙ができます。盾で防御して軍営に入れるな。突破する者は切れ。はい。私の命令なしに出陣する者は切る。状況はどうだ。諸侯の軍は壊滅しほとんどが投降しました。途中で皇后に寝返った陳与が王様を追っています。王様、どうしましょう。陳与がまた寝返ったのか。王様、我々も皇后に身を寄せては。もう一度言ってみろ。王様、もう一度言ってみろ。王様、どうだ。王様、どうか。みんなよく聞け。私は漢王に深い恩を受けた。皇王への投降を進める者はこうなるからな。
らで関心将軍のもとへ行く。王様、王様、王様、王様。報告いたします。関心は諸侯の兵を陣に入れるよう盾で防御し、それを突破する者は切れと命じました。我々は軍営には近づけません。あのバカめが追い打ちをかけるようなことを。王様、どうしますか。もう何も構うな。慶応だ、慶応へ行こう。生きることだ、まずは生き延びるのだ。行くぞ。はい。気落ちせずに、我々の備えは十分でした。ただ予想以上に。聖から戻ってきた楚軍は予想以上に強かったか？それとも、数万の楚軍が十万の官軍に勝つとは、予想もしなかったか？特に項羽が率いる部隊は、はるかに想像を超えた勇猛さでした。襲撃の時期は予測できたのに、攻め方までは予測することができなかった。関心、お前は総帥だ。予想できたはずだ。王様、私が浅はかでした。私の過ちです。王様、しばらく追ってはきません。後方に小隊を配置、敵の制動を探らせています。ああ、クソ、俺たちが負けて逃げるとは本当に悔しくてたまらん。こうなったのは関心のせいだ。王様は兵を全て預けた。大将軍ならば桁外れに強いはずなのに、楚軍も阻めないとは。もし俺ならせめてもう少し持ちこたえられたぞ。もうよせ、関心のせいではない。俺が関心の忠告を無視した。項羽を見くびっていたのだ。関心のせいではない。楚軍を阻めなかったのにですか。何度も言わせるな。悪いのは俺だ、関心のせいではない。それはかばいすぎです。そうです、迷い。今後二度とその話はするな。よいな、俺は少し休む。新一さん、北条まであとどのくらい？王様は恋しいですか？違うよ、お父さんに会ったら宝遊に戻れるだろ。姉さんは友達が恋しいんだよ。お静かに。着くまであとどのくらい？もうすぐです。食事の時間には間に合うかと。お父さんは大丈夫かしら？こんなに揺られ続けて体が心配だわ。王領様に説教中です。お元気ですよ。ねえ奥方様、どうしたの？おそらく北条が。なんてことだ、大変だ。一体何事です？奥様、正義王の兵が敗走しています。北条が陥落したに違いない。どうすれば。私の兵だ。待て、何があった？
皇后の襲撃で北条は陥落した。夫人を守れ。夫人を守れ。奥方様、さあ、はい、さあ、私と一緒に来てください。ほら、急いで。奥方様、しっかり、大丈夫ですか。できよ。こちらへ。バシェだ、俺がいただくぞ。俺がもらう。どうぞ。邪魔するな。お父さん、後でお連れします。子供は。奥方様、しっかり、お怪我ありませんか。子供は、あの子たちは。申し訳ありません、すぐに探してきます。早く行って、はい、急いで。邪魔だ、どけ。どうした、立ちなさい、さあ早く。もらうぞ、俺によくぞ、手を離せ。うせろ。大丈夫か。行こう。どけ、来るな。お水です。ああ、わしのことは構わんでもいいから、早くうちの孫たちを探してきてくれ。それがごたごたの中ではぐれてしまったかと。はぐれたのなら探さんか。こうなったらわしが探す。お父さん、行けません。わしが行かないで。誰も行ってはダメよ。あの子たちは琉球の血を引く子供だぞ。今、王は戦に負けて窮地に陥っているでしょう。私たちが軽率に動けば、二人を救えないばかりか、王を煩わせることになります。だが、しかし、どうすればいいんだ。ねえか、最後に見たとき、あの子たちは王陵様と一緒だったわね。はい、王陵様が A 様のおそばに。それなら安心だわ。王陵様はたくさんの兵を連れていらっしゃる。私たちといるよりずっと安全でしょう。この状況では私たちは南へ行けない。ですが、奥方様、この混乱の中どこに身を潜めれば。宝湯に戻るのは。宝湯。そうしよう。王様はまだ北条です。ご命令を。我々が助けに行きます。祖軍は勇猛、このままでは王様の身が心配です。周没将軍は宗信将軍に命令を伝えなかったのか。私に部隊を与えてください。必ず王様を助け出します。しっかり締めろ。出陣は許さん。大将軍と違い、我々は助けに行かないわけには。一人も兵をもらえないなら我々だけでいい。行こう。誰か。の、待て待て。大将軍、どういうことです。軽率に動けば兵の命を失うだけだ。たとえ王様を救っても兵を持たぬ王が王と言えるか。そなたたちが頼りだ。50万の兵を
あっという間に失った。三万の兵が我々五十万の大軍をちりぢりにした。俺が無能で戦が下手だからだ。皆申し訳ない。項羽は清国から戻らないと思っていた。バカだよな。負けて当然だ。王様、ご自分を責めずに。王様は兵を大将軍に託した。悪いのは臆病な諸国の軍です。慰めるな、よくわかってる。悪いのは俺自身だ。油断した。長年苦労してきた兵を楽しませてやろうと思ったのだが、そのために惨敗するとは。今俺たちはどの辺りにいるのだ。ああ、ここは拝見の近くです。拝見、うん、そうです。拝見の近くなのか。拝見に行くというのはどうだ。拝見ですか。拝見に。幸運は俺が関中へ向け西に逃げていると考えるはず。まさか北へ向かうとは思うまい。ましてや拝見に戻るなどとは考えまい。よし、拝見へ行こう。漢王劉邦が戦に負けて逃亡した。漢王を皇軍へ引き渡した者には大金と布100匹を与え千古侯に報じる。諸軍、半蔵様が理解できません。他の皆が戦利品を分けている時にこんなところに行けなんて。いつものことだ。半蔵様は奇策を好まれる。あの方の戦い方はつかみどころがない。東へ行ったかと思えば西へ行く。考え方が波ではないのだ。こたびの戦も関心を包囲すればいいのに、我々はおとりとなって犬のように走り回らされた。全く腹が立つ。その通りです。他の将が功を立てている間に我々はこんなところへ送られ、劉邦を探さねばならぬとは。劉邦が故郷へ戻るわけがありません。まあ兵たちには探すふりでもさせておけ。適当に探して夜が明けたら北条へ帰ろう。はい。つまらんところだ。食い物もないのか。ん？諸軍、村の東側に酒場があります。どうです？行ってみますか。うん、東か。はい。わしはもう腹が減って死にそうだ。
早く何か食い物を見つけてきてくれ。頼む、カインよ。お父さん。ああ。お静かに。外ではカンオを探しているんです。何か食べ物を。分かっています。何か見つけますか。早く、早く見つけてきてくれ。食べ物は？ありません。誰かと思えば館中に行ったはずではなかったの？あなたの幸せを羨んでいたのよ。おい、もっと小声で話せ。なんだって外に兵がいるんだ。ああ捕まりたくないのね。あなたたちを引き渡せばたっぷり黄金をもらえそうね。官王夫人、そうでしょ？総夫人も身内でしょう。何よ、夫人ですって？そんなの私には似合わない。この人に私を夫人と言わせてよ。この後に及んで偉そうな態度ね。世間は広いのになぜ私のところへ？ああ私に助けてほしいのね。ん？私は助けなくてもいい。父を助けて。お願い父よ。ずいぶん素晴らしい腕はね。きっと官王が選び抜いてあなたに送ったものね。そうよ。本当によく言うわね。官王には大勢女がいてみんなこれを持っているの。あなただけが特別だと思っていたかしら。ねえ、私が黙っているのはあなたが怖いからだと？それともあの人がまだあなたのことを思っているからとでも？いい加減にして。この何よ、やる気？やってごらんなさいよ。ほら、どうせできないんでしょ。官王の罰が怖いのね。やめて。あなた、いつか後悔するわよ。お黙り！二人ともいい加減にやめんか。外まで聞こえるぞ。そうですよ、どうかお静かに。この辺りをもう一度捜索しろ。私が出ます。バカめ、死にたいの？こっちへ、早く。ゴー君、早く。さあ行きましょう、早く隠れないと。待って、話は終わってない。死ぬのは許さないわ。そうね、入って。将軍様、こんな時間にどうしました？
腹が減った。食い物を出せ。全部持っていかれて、もう何も残ってません。金は出す。あら、早く言ってくださいよ。ちょっとお待ちください。将軍様、さあどうぞ。関王が来たか。え、関王は関中へ行って田舎のことなど忘れです。何か知っているのに隠し立てなどしたら、この村の村人は皆殺しだ。もう何をおっしゃるんです。そんなことしません。関王を捕まえれば大金が手に入るとか。残念、捕まえたかったわ。お気をつけて。そうだ、まあ、ほら。すみませんね。これはどこで？ん？家宝ですよ。家宝だと？何をなさるんですか？食べ物を差し上げたのに。黙れ！正直に答えろ。もう一度言う。嘘をついたら村人は皆殺しだ。言え。村人はみんな逃げて誰もいません。ではお前を殺す。もう一度聞く。これはどうした？家宝です。嘘をつくな。この竜の模様の腕輪は関王が夫人に与えているもの。口止め料にもらったのか。さあ言え、夫人はどの方向へ向かって逃げた？言え。よし。この女、何も知らないのでは？なかなか気骨のある女だ。これが最後だ。いえ、関王夫人はどこだ？
めて。領地です。漢王の妻です。やめてください。バカな女ね。将軍、一緒に参ります。その前にお願いが。いえ。この目障りな女をどこか遠いところへ追い払って。こいつの腕輪はお前がやったのか。この女がくれるわけないでしょ。お前たちいい加減にしていいか。おい、お前が身を挺して守ろうとしているのは一体誰だ。あ、ええ、探せ。はい。やめて。出ろ。帰るんだ。早く出ろ。おい、ほら歩け。グズグズするな。こいつめ、来い。お前たち一体わしらをどこへ。なぜ助けたの。私が憎いんでしょ。私が殺されたらみんな逃げられたのに。私たちを引き渡していればあなたは助かったわ。私たちと一緒にいたら死ぬだけよ。怖くないの。私は田舎の女だけど、でも劉邦の女よ。死にたくはないけど死を恐れはしないわ。あなたは憎いはずの私をなぜ助けたの。バカよ。感謝するとでも思った。感謝なんていらない。あなたに借りを作りたくないだけ。何を話している。ああ、裏口が多いな。二人とも舌を切ってやろうか。あ、なんだ。劉邦は尻尾を巻いて逃げたんだぞ。きっと今頃はどこかで死んでるだろう。あ、そんな男を取り合って争っているのか。あ、おい、何見てるんだ。さっさと馬車に乗れ。出発だ。母さん待って、僕を連れてって。母さん。バカな子ね、早く戻りなさい。母さん、その子を離して、離して、やめて。僕は劉邦の息子だ。本当だぞ、信じないなら母さんに聞け。待て、これはいい。漢王は色好みなやつだな。
事実はどうであれこいつも連れていく。出発だ。行くぞ。よし、おいで。歩け、早く行け。乗れ。王様、あれを、あそこです。あの中に奥様が。おい、行こう。行こう。はあ、王様、ロアン、お前は王様を守れ。ここは俺が引き受けた。分かった。为爱而生，为。